どうも、こんばんにちは。プチプチです。どうも皆さん、こんにちは。佐野です。え？ね どうした？今日はですね、忘れんなよ。今日はですね、タラクラパート3、やっていきましょう。よし、やっていこう。じゃあ早速今日は何しよその前に家のさ上にいる雲がめっちゃ俺気になるんだけど。う。やるか。やるか。そっちのやるじゃないよ。よし。オッケー。ということで今日何しよ今日はあれだ、洞窟探検だ。う。独占権か。何そのテンション低いの。いや、みたいなテンションだもん。独占権だお前。独占権めっちゃだるそうじゃん。名前からしてだるそうじゃん。でももしまあ、かだしるたそら、うだでね。もあれか、地底人に会えるかもしれないから行くか。あ、そうだね。地底人、まあ、誰と言わないけど、地底人に会えるかもしれないからね。地底人に会えるかもしれないから行くか。俺、武器とか装備何もないよ。まあ、任せとけって、俺こっちにあるから、もう準備してっから。何何つ何いてこ準備いっしてるて。の？こん中開いてみって。宝箱ボックスがあるよ。そうそうそう。おお。やべ、もう持ってたわ、防具。鉄のインゴットと木がある。だろ？先生、これ何に使うんですか？これはもうあれで防具とかね、武器とかに使うんですよ、これは。ちょっと作ってみてください、ちょっと。何これ？持ってるよ、これ。え？何使えばよかったの？盾だよ。よっ。お！これが、これ盾じゃん。スクショ用に撮ってるからちょっと邪魔しないで。オッケー。じゃあ、ということで、皆さん今日この盾を持って、はい。洞窟探検に行ってダイヤを見つけたいと思います。しゃ、じゃあ、もう何個でもね、拾っていきましょそう。で、とりあえずダイヤを持ってこう、今日の目標で。OK。う。オッケー。今日のトラウマ！あ、朝起きてさ、足しびれてたの、俺。で、こう、起き上がった瞬間に、足くじいちゃって、足しびれてっから。で、頭打って半分気絶してた。長い。喉乾いたんだって。おお。牛乳飲んだんだって。うん。賞味期限切れてたわ。食料足りなくなってきたな。そう、めっちゃすぐなくなる。2人分だからな、食料。その上、サンドさんちょっと太ってるし、大食いだからね、結構取るもんな、食料。そうでもねえわ、別に。体重何キロ？体重俺60。デーブ、デーブ、みんなデーブ、特にお前デーブ。なんで俺でもない。プッチ何キロ俺、体重？ 53。なの？うん。痩せ型じゃない、でも、いや、身長的に見て。違うんだよ。俺、あれなんだよ。もう食欲も何もない、なくて、最近。何も食べてねえなって。今日なんて食ったのポテチだけだよ、ポテチ。よし、じゃあダイヤとりあえず探すか。じゃあお前そっち行け。俺こっち行くわ。待って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 、何？地底人いたー。おお、地底人。怖。さあダイヤ探すか。さあダイ、どこにあったっあけ？れ、ど、あれ？あれ？何、どうしたの？いや、ちょっと待って。そんなはずはない。俺たちこれパートだって3でしょ、3。パート3だよ。パート3でダイヤ集めようっていうのも早いし、今の集めようって言ってから大体2、3分しか経ってないから、これは多分見間違いかな、これは。何、どうしたの？ダイヤだうわ、すごい。ダイヤー。ダだ。イヤだー。すごい。ダイヤだー。ダイヤだー。やったー。じゃあもう終わるか。ちょっと待って、ちょっと待って。池来てるんだよね、ここね。とりあえず。あ、まあそうだね。まあ、ダイヤ見つけちゃったんだよ。でも、渓谷も見つけたんだよ。だから渓谷行こう、渓谷。結構行くか、じゃあ。
じゃあタイトル変更、渓谷に行って地底人を探せ。よし、じゃあ行きましょう。よし、じゃあ行きましょう。撮影外で進めすぎやろ。大丈夫、ちょっとアスレチックっぽいあの通路だから、こうピョーンって行ってトン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 。おお。OK、来れる？あ、モンスターがいるぞ。危ない。行け、お前が行け。ナイス。オッケー。オッケー。なんかない。今日お前なんか何かあった今日。今日本当に何もしてねえ。おい、どう奇遇じゃねえか。俺も今日何もしてねえんだよ。お前何今日はやめておきますを達成してんだよ。何やってんの？何したの？お前何を今日やめるの？何したの？今日撮影やめておきますみたいな。やめろよ。ね、何の実績これ？俺ね、最近ね、剣に名前つけたんだよ。中野ソード。なんかクソ弱そうな名前なんだけど。何言ってんだお前、中野ソードクソ強かんな。可愛い女の子がいたら速攻告るっていう伝説のソードだからな。ああ中野ソード。それ勇気だけじゃない？それつくの。あと彼女いるのに他の女に告白するっていうソードだよこれ。うん、ね、クズじゃん。あとこれ実話です。ガチの中野くんの個人情報的なの晒すなや。また新しい大きい洞窟に来たぞ。え、どこにいんの？お前何やってんだよ。はぐれてくんだよ。クリーパーちゃんいる。はぐれちゃった。え、本当にどこにいんの？え、なんかすごい音したけど。こっち。あ、いた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 。こうあれさあやってほしいな、あかり。あ、おい、なになになに、え、なに、ちょ、うん、ちょ、バカ。お、ノーダメだった。盾で。マジ盾強くない？で、なに、お前はノーパンなの今？ノー、うん、は嘘だよちゃんと履いてるわお前。そこはほら、芸人っぽく言うんだよ。芸人っぽく。いえよ。履いてるし。お前何？お前安村知らないの？安村知らないの？パンツ履いてますよって。お前知らないの？あ、そういうこと？まあ、頭おかしいねお前。そういう。いやいや、安村って言ってくれればさ、安村のあれ言ったんだけどさ。いや、お前パンツで芸人ってさ、お前安村しかいないの、お前バカじゃねえ、お前頭おかしいんじゃねえ。いや、小島よしおいいんじゃん、小島よしお。あ、ここもなんか新しいところ、これ。新しい。来てんじゃん、一回。え、来てる。うん、どこ、これ来てるよ、一回。お前だって松明はやってんじゃん。あれ、適当に置いただけかもしれない。あれ、ここ来たっけ。あ、これさっき来たわ。どこから来た？こっちこっちこっち。待て。こっち。今てっちゃん掘ってっから。おい。嘘だろ。おい。もう何回死んだら気が済むんだよ。俺も家で待ってろ。今帰るから。分かった。この野郎。いて。ここ。いて。この野郎。いて。あ、殺される。殺してる。殺してるてめえ。あ。ということで皆さん、ダイヤモンド無事ゲットしました。イエーイ。よっしゃ。7個ですね、ゲットしたの。結構あるな。ダイヤボックス作って。はい、どこに置いてんねん、こっちだろバカ野郎は。まあ、頭おかしいんちゃうか。あ、すいません。でってでぽよーん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 。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。以上、サダクラパート3。すっげえだるそうだな。もうめんどくせえなって。ダイヤモンドの探しでした。
サンドさんのチャンネル登録は概要欄に貼ってあるので、次回またやるのでぜひ登録してください。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら、またよろしく。バイバイ。